皆さんこんにちは、海外転売講師の黒澤敦史です。ただいま1月3日2018年1月3日の午前3時40分を回りました。商品リサーチをずっと続けていたらこの時間になったんですね。私は2017年の12月31日の大晦日と2018年1月1日の元日、元旦っていうのは自分自身の新たなテストマーケティングのための商品リサーチに時間を費やしていたんですけれども、これは最近繰り返し私がお伝えしているヘンリー・ワーズワース・ロングフェローの英語の詩にもある英詩ですね、英語のポエット詩にもある、結局のところ偉人たちが到達し維持している高みというのは仲間たちが眠りこけている間も夜通し這い上がって達成したものである、成し遂げたものであるという言葉を皆さんにもお伝えした手前、私自身もそれを体現することが必要であると、体現してなんぼだっていう思いがあったのと、あとは山本五十六のやってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじという言葉、さらには率先垂範という私が大好きな四字熟語、こういったことが頭の中に常にありまして、大晦日、正月、そしてまだ正月三が日ですけれども、この間多くの人が休んでいる、正月太りだとか言って休んでいるこの間にどれだけ自分が進むのかっていうのをある種の自分自身の挑戦にしているわけですよね。ですから追加リサーチっていうのは本日ももう深夜ですけれどもずっとやり続けているっていう状況なんですが、随分商品揃ってきました。50商品ぐらい大晦日と正月元旦で商品リサーチを行って、もうこれで買い付けに回してもいいんですけれども、やっぱりアイデアが止まらない。そしてそのアイデアっていうのはみんな持ってるものなんですが、そのアイデアに基づいて商品リサーチを何パーセントの人ができるかっていうとそれほど多くはない。さらにその商品リサーチに基づいてテストマーケティングに までちゃんと行動できるか、テストマーケティングを行う、テスマを行うところまで何パーセントの人がいけるのかっていうとこれまたそんな多くない。で、テストマーケティングをした後、さらにその商品っていうのをどうやって展開するのかまで行動として実際に行える、実践できる人間っていうのはさらに少ない。結局のところこれをずっと掛け算でやっていくと最終的に残るのが本当の起業家、本当のセラー、プロセラーっていうことですよね。単純な話なんですよ。アイデア持ってても商品リサーチしない人がいる、商品リサーチをしてもテストマーケティングをしない人がいる、テストマーケティングをしてもその後せっかく調べて売っていった商品っていうのを展開しない人がいる、商品をせっかく展開してもその後商標登録とか法律的に守る動きまではいかない人がいる。だからそこまで行った人っていうのが自動的に残りプロセラーと呼ばれ、そして経済的にも時間的にも精神的にも余裕を持った生活っていうのを実現化する、現実化するっていうことなんですよね。どこまで行動するかってだけなんですっていうのを私自身も口を酸っぱくして言うだけだとただ口だけで言っているやつで終わってしまうので、そうはならないように私自身も体現させていただいているっていう形になります。さて今回はまず最初にいろいろああだこうだ話してしまったんですけれども、今回のテーマっていうのはタイトルにもあります通りちょっくら甲州に行ってきますという話プラスアルファ私が甲州に行く理由っていうこと、さらには熱量という話について、熱ですね、熱についても話をさせていただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずちょっくら甲州行ってきますっていう話なんですが、2018年の1月19日から1月22日まで甲州に行ってきます。で、1月甲州行った後はおそらく3月に今の予定だと甲州に行こうかなって思ってるんですけれども、甲州に私自身が行って、まあ、生徒さんも一緒に連れていくような気持ちで行くんですけれども、甲州にいて何したいかっていうと、まあ当然ながら普段アリババ、タオバオ、Tモールで見ている商品っていうのを実際に見るっていうことなんですが、それだけではないんですね。まあ当然ながら普段見てる商品をリアルに見るっていうのはそれだけでも重要なんですけれども、
それだけにとどまらず、やっぱり現地の人とのコミュニケーションっていうのを行いたい。さらに細かい OEM の交渉なんかもしていきたいんですよね。で、その時に普段業者とアーリーワーマンチャットっていう中国の業者と直接やり取りできるチャットがあるので、それを使えば普段パソコンの前でもやり取りはできるんですけれども、やっぱり実際現地に行って、現場に精通した中国人のアテンダントっていうのをつけて、一緒に来る生徒さんにも一人に一人アテンダントっていうのをつけて、で、講師の卸市場を回って交渉するっていうのは、これ全然質違いますから。もちろん、単純に普段はパソコンの画面を通して見ている、昔の古い方すればブラウン管を通して見ている商品群、商品の山っていうのが、現地に行けば360度山積されているわけですから、それを見るだけでも士気っていうのは変わります。士気っていうのは上がります、簡単に言えば。しかしながら、もちろんそれだけではなくて、現地の人々との交流をしていくことによって、それがプラスアルファのアイデアになるわけですよね。もちろんそのアイデアっていうのが出てきたら、それを実行しなければ何も意味ないですけど、アイデアがあったって、それを実際に行動として実践していかなければ、アイデアが全く湧かない人と同じことになってしまいますから、今回の私が広州に行って得る刺激っていうのは、ただ刺激だけにとどめずに、それを行動に結びつけてなんぼという形なんですけれども、まあ、ちょっくら広州に行くっていう言葉、自分で言うと相当手前味噌なんですけれども、かっこいいと思いませんか？私はすごいかっこいいと思うんですよね。これ私がとかじゃなくて、そのセリフが、ちょっくら広州に行くって、私はすごいそれが理想の生活だったんですよ。要するに海外と日本を行き来すると。で、20代の頃にお金がない時も、何度も何度も韓国行っても、韓国だけでも16、7回、20回近く一人で行ったり来たりとかはしてたんですけれども、で、中国は中国で北京に1回行きまして、あとは物販セラーになってから広州と深圳には行ったんですけれども、このちょっくらフットワーク軽く外国に行って、しかもですよ、ただ遊びに行くとかじゃなくて、理由があって卸市場を見て回るだとか、交渉をやるだ、行うだとか、あの商品、この商品っていう具体的なイメージがあった上で、交渉を行うために、ある種の、まあ、出張ってわけじゃないんですけれども、ビジネストリップではありますからね。ビジネストリップとして行くっていう。この生活っていうのが理想で、しかも今年から結構頻繁に中国行ったり来たりする形にはなると思います。中国行ってる間っていうのは、朝と夜以外っていうのは生徒さんの返信ができなくなってしまいますが、普段は生徒さんの返信が来るとなるべく早くなる早で返している人間なので、普段の私からすれば返信遅えなって思われるかもしれないですけれども、そう思われたとしても、それ以上のものっていうのを皆さんに後でシェアすることができるって確信してますから行くってことですね。やっぱりサポート期間中の生徒さんっていうのは、日々進んでいく中でいろいろな疑問にぶち当たると思います。その際になるべく先生っていうのが、講師っていうのが、その疑問をなるべく早く解決する、正確に言うとその疑問の答えをあげるだけだと、ただのクレクレちゃんに生徒さんをしてしまいますから、そうではなくって、その答えっていうのを導くための方程式やヒントっていうものを生徒さんになるべく早く返すっていうことを私は心がけているわけですけれども、それとは別の刺激っていうのも、私は皆さんに、生徒さんに渡していきたい、伝えていきたいと思ってますので、それが講習ツアーに参加する意義であり、もしその分サポートがって言っても、まあ朝と夜、あとは昼間、空いた時間に返信っていうのは、チャットワークでいただいた返信っていうのはどんどん返していくんですけれども、普段に比べると返信っていうのが遅くなるので、その分講習の生の情報っていうのを皆さんに土産として持ち帰って、それを皆さんにお渡しすれば、プラマイプラスになるのかなと。私も皆さんもプラスになるのかなって思ってますので、今年から2018年から頻繁に数ヶ月に一度の割合ぐらいで講習に、行ければなと思います。あとはまあ南京の北の方とか本当は行きたいんですけれども、まあ、そっちはそっちでなかなか行くのは現状は難しいと思うので、
まあ、広州。あとは、深圳ですかね。深圳もちょっとプライベートで行ってみようかなとは思ってるんですけれども、外国と日本を行き来するような生活にしようかなっていうふうに思ってます。で、なんで広州ツアーに行くのかとか、なんで外国と日本を行き来するような生活を楽しんでいけるのかとか、なんで生徒さんを何人も抱えて、その状況で私自身も現役セラーとして日進月歩精進していけるのかっていうと、これ一言で言えば、これが今回のテーマの後半部分なんですけれども、熱量なんですよ、熱量。私は例えば生徒さんとやり取りしていたりとか、今回講習に生徒さんも何人か行かれるので、その生徒さんと事前にやり取りしてるんですよね。で、そのやり取りしてる時に、私が文字を通してですけれども、その参加される生徒さんの何をずっとチェックというとなんか怖い感じがしますけれども、確認してるかっていうと、熱量なんです。熱。要するに、我々っていうのは、物販やろうが、どんなビジネスやろうが、どんな仕事やろうが、この熱がない人はダメなんですよ。要するに、自分で燃える。自燃性って私は言ってるんですけれども、この自燃性がある人間かどうかっていうのが非常に重要なんですよね。我々自身が太陽になるっていうよりは、我々自身が発火できるような人間になることっていうのが何をやるにも大切です。で、冒頭に話しました商品リサーチの今私がまさに現在進行形で行っている商品リサーチの話にしますと、発火するとどういうことが起きるかっていうと、脳機能化学物質的には、脳化学物質的には、化学物質的にはアドレナリンが出るっていうことなんですよ。興奮するってことなんです。わかりやすく言えば。っていう状況を物販に対して自分で作れるような人間じゃないと、物販セラーやってても遅かれ早かれ埋没します。なぜならば、いやいややるっていう状況になってしまうから。私は、まあ、何の仕事をしてても、どんな生き方をしてても、やっぱり熱がない人間っていうのはダメだって思うんですよね。もし自分がまた会社立てたとしたら、熱がない人間は一人も入れないし、入れたくないし。で、熱がない人間っていうのはどういう人間かっていうと、小然の人間なんですよね。さらに言えば、自己中心的で、目先の利益のことばっかり考える人間っていうのは熱が全くない。熱っていうのはそういった目先のことだけではない。小然じゃないんです。一見、目先の利益を考えると、いいな、得だなと思う行動も、長い目で見たら、大損なんですよ。大悪なんですよ。大きな悪って書く大悪ですね。しかしながら多くの人たちっていうのは、例えば営業の方だと、まあ、会社で働いてるんでしょうがないって言われりゃそれまでなんですけれども、制約率がどうだとか、自分に入ってくる金のことばっか考えてる。で、制約率どうこうっていうのの前にお客さんが来てなきゃいけない。我々講師とかネットビジネスの発信者とか、集客を行う人間、運営側の人間っていうのは、人増やすことばっか考えてたら、その生徒さん一人一人っていうのの真の部分っていうのを理解してあげられないまま何かをスタートしたり、まあ、例えば物販だったら生徒さんとして入れちゃったりすることになるわけですよね。で、入って思うように進まない。その時にアップセルかけようとするんですよ。より高いプランっていうのを進めようとするんですよ。ふざけんなって話ですよね。やっぱりやる方っていうのは、汗と血と涙の結晶っていうのが一つのお金というパワーの形になって、そのお金っていうのを投じて、それを資金として初期費用として何かしら物販だったら物販を始めたっていう方がいらっしゃるわけなので、事前に例えばパソコンの技能が足りてない方がいれば代替案をしっかりと伝える、もしくは一緒に話し合うだとか、物販のしんどさっていうのをまだ理解していない方がいらっしゃれば、商品リサーチは実際こういうことをやるので、こういうしんどさがありますよって話をする。そこを不十分なまま、何でもいいから、ネットビジネス界よく言いますよね、何でもいいから人を入れて、で、後からその人が困ったら、じゃあもっと上のプランがありますよとか言ってるやつを見ると、私はヘドが出るんですよね、正直。なぜかというと、事前にそれは話しておいて、
だったらそれこその話ですけれども、初めは我々のところでやるのではなくて、まずはパソコン教室に1ヶ月通ってみたらどうですかとか、簡単な Excel のやり方について、こういうウェブサイトがあるから、このウェブサイトに書いてある基本的な作業だけはやったらいいんじゃないですかとか、あとは例えばその物販に興味ある、海外転売に興味ある方が Excel 苦手であれば、エクセルでやる作業はこの作業とこの作業とこの作業で、例えばですよ、で旦那さんとか奥様がエクセルが得意な場合は、初めはその作業だけは旦那様とか奥様にお願いしてやっていただくっていうのはどうですか、何かしらの代替案っていうのを設ける必要があるわけです。それを適当にね、縄ばしごを引っ掛けてここ登ってこれますよって言って階段を作ってあげない。縄ばしごってブラ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 して登るの大変じゃないですか。そんなものを作って大丈夫ですよって言ってる人っていうのはすごく嫌で、それが講師として発信者として運営者として、そこに誘うある種の営業の係としてね、セールスの人間として本来は考えなきゃいけないことだなっていうふうに思うんですけれども、話を戻しますと、結局のところ我々っていうのはどのぐらいの熱量を持ってるのかっていうことが重要になってくるんですね。で、例えば私は事前にツアーというか講習に一緒に行くっていう人間にコンタクトをなるべく密に取っていると、普段すごく真面目で比較的静かな人がすごい積極的に返信をしてくれたりするわけです。で、そういうところで、あ、この人は実はすごいものを持ってるんだっていうことを感じたりするわけですよね。で、普段のやり取りでもすごく積極性を文字を通して感じる人と、なかなか積極性っていうのが見えてこない人っていうのがいらっしゃるわけです。私の生徒に関しては当然ながらその熱を持っている人しか自分が受け付けないんで、私の生徒に関しては全員熱を持っている自燃性のある人間、もしくは自燃性っていうのがまだまだ自分でモチベーションの上げ方みたいな、モチベーションっていうのは結果論の結果なんですけどもね、一般的に言われる言い方だと、その士気っていうのをどういうふうに上げていくかっていうのを迷ってしまったりとか、あとエフィカシーっていうのがまだ低いので、どうしてもネガティブになりやすかったりする人はいるものの、皆さんダイヤの原石っていうのを内包している方たちです。そうじゃなきゃ入れないですから。私は自分の生徒として、これ別に私が上で皆さんが下とかいうことじゃなくって、まだスタートじゃないですねっていう形で申し上げるわけなんですね。だってそこは無理やり入ったってお互い損だから。それに物販っていうのは一発屋の花火のものでもないし、最近仮想通貨やいやい言ってますけれども、今やりましょうっていうものでもないんですよ、ぶっちゃけた話。今やろうが1ヶ月後にやろうが2ヶ月後にやろうがいいんですよ。ただ当然ながら早めにやった方がやっぱり実績っていうのも早めに出るし、今やるか1年後にやるかとか、今やるか1ヶ月後にやるかって皆さんやっぱ考えると思うんですが、1ヶ月後にやったら実績も1ヶ月後に出るとは限らないんですよ。1年後にやったら全部の結果が1年後にちゃんと現れるかどうかっていうと、そうはいかないんです。なぜならば我々っていうのは諸行無常です。今の環境っていうのが1年後も維持できているとは限らない。今の士気っていうのが1年後も維持できているとは限らない。だから1年後始めたら実績っていうのもやっぱり始めてからちゃんと決まった期間で出るかっていうと、そうは問屋が下ろさないわけですよね。例えば今から始めたら3ヶ月後にこれだけ収益が出たものが、1年後に始めたらそのさらに1年後にならないと出ないっていう場合って往々にしてあるんですよ。だから英語では sooner is better っていう言葉があるんですが、より早く始めたらより良いっていうのは確かです。ただそこを無理してですよ、十分な資金がない状態で始めちゃったりとか、資金っていうのが確保はできてるけれども気持ち的にってモヤモヤしてる状況で始めちゃったら、これ本末転倒になりますから、これは助長という古語の本来の言い方ですね。作物っていうのを早く育てようと思って無理やり引っ張っちゃったから全部ダメにしちゃったっていうのが助長の元々の意味なんですけれども、そういう状況になっちゃうわけです。
ここも踏まえて考えていく必要があるんですが、とにかく我々っていうのは自燃性にならなければいけない、自分で燃えられる人間にならなければいけない、もしくは会社であれば当然ながら自分だと燃えにくい素材なんだけれども、まあ素材って言うと失礼かもしれないですけど、燃えにくい人材なんだけれども、燃えてる人のそばに行くと一緒になって燃えられる人っていうのもありなんですよ。だからこのどっちかですよね。自分で燃えていける人なのか、燃えてる人間のそばに行くと燃えられる人間なのか。で、私は講師として自分で燃えてますし、燃えてる、まあ本人、お一人お一人だと、まあある生徒さんが自分だとなかなかちょっと燃えにくい人だったとしても、その人を燃やすことはできるんですよ。燃えたいという思いがあれば。しかしながら、こっちが何をしても燃えない人っていうのは、そもそも論として物販やったってしょうがないっていうふうに思ってるわけですよね。だから私が生徒さんとして、あ、今のタイミングいいですね、やりましょうっていう方は、自分で燃えられる方なのか、私が燃えてるから、私とやり取りすることによってブワーッと一気に燃え上がる。で、一度燃えたら自分で燃えやすくなりますから。っていう状況が作れる人かっていうことなんですよね。今回の話まとめさせていただきたいと思います。今回比較的短めになったんですけれども、私が今年からちょっくら講習行ってきますっていう人間に、それが私の理想だったので、理想っていうのが、まあ物販始めてもう何年も経ってますけれども、ようやくその状況っていうのが作れるようになった、しかもビジネスとして行える、ビジネストリップとして講習に行ったり来たりする、外国行ったり来たりするっていうことができるようになった。実は外国行ったり来たりしたいなって思ってたのは高校生の時だったっていうのを、十何年経って、十何年どころじゃないですね、20年近く経って思い出しました、最近初めて。でも当時は海外行ったり来たりする生活ってどんな仕事に就けばいいんだろうな、外交官、いやー外交官なりたくねえしなっていうふうに思って終わっちゃってた夢っていうのが今叶ったんですね。高校2年生の頃17歳だとすれば、今それから20年近く経ってるわけですけれども、17年前のフラッとふと思っていた目標っていうのが今体現ようやくできるっていう状況にもなったわけで、じゃあこれはなんでこういうことになれたかっていうと、自分が燃えてる人間だからなんですよね。で、燃えてるからこそ、大晦日だろうが元日だろうが、そして今は1月2日3日まだお正月三が日の間ですけれども、私自身は商品リサーチっていうのをガンガン進めることができる、楽しんで進めることができるっていう状況に至っているわけなんですよね。ですから皆様、今後物販っていうのを今やられている方も今後やられる方もいらっしゃると思うんですけれども、自分が燃えるっていうことを考えていただきたい。あとプラスアルファタイトルでもちょこっと入れさせていただいたんですが、今更ながら話しますと、商品リサーチって結構時間かかりません？もうやってる方はよくわかると思うんですけれども、意外と時間かかって思ったよりもしんどいと思うんですよ、最初は。でも、それで合ってます。私だって商品リサーチやっぱり時間かけますよ。もちろん15分、30分時間かければ、あ、これテストマーケティングいけっかなっていう商品はパパパって見つかります。だから、大晦日と元旦のちょろっと、時間を使ったら、まあ、ちょろっとって言っても10時間弱、10時間近く使ったんですけれども、その中で50商品ババババって見つけたわけですよね。でもババババって見つけて、じゃあそれ全部買い付けるかっていうと、そういうわけにはいかないんですよ。やっぱりその後細かくデータっていうのを精査していって、私は米国アマゾンのテストマーケティングなので、米国アマゾンの相場っていうのを見てみたりとか、あとは、ここいいなって思ってた中国の業者っていうのが本当にいいかどうかを取引の記録とかを見ながら精査していったりとか。あとは、セット販売どうしようとか、なんだったらここ OEM とかやれるかなとか、そういう細かいことを調べていったり、先ほどもお話ししましたが、アリワマチャットっていう業者と直接やり取りできるチャットですね、を使って、何個からだったら OEM できますかとか、この商品ロゴ入れられるって書いてありますけれど、何個からだったらいけますかとか、どこにロゴを入れることできますかとか、どんな感じの文字で
入れることができますか、見本の画像かなんかないですかとか、そういうのを送ったりして、いろいろな確認っていうのをやったりしてるわけですよね。だから商品リサーチっていうのは時間かかるんですよ。なるべくリスクをミニマイズ、最小化ですね、ミニマイズ、最小化するためにどうすればいいかっていうのを考えるし、とはいえ実際は商品を売ってみないと 100% の答えっていうのは分かんないから、 100% 分からない中でリスクっていうのをなるべく最小化して、自分の自信っていうのを最大限まで上げていくためには、客観的な統計学的な理論的なデータの視観、分析、精査っていうのが必要になってくるから、そこまでやろうとするとやっぱり時間自分だってかかるんですよ、今でも。だから商品リサーチで時間かかっている方、それが商品リサーチだっていうふうに前向きに捉えて進めていただきたいんですよね。ただ当然ながら一人でやるとまだまだ不安な部分もあると思うから、私という講師がついていて、例えばこの商品商標登録取ってますかねとかいうところから、この商品出しても危なくないですかっていうやり取り、まあ、どういう商品が危なくて、どういう商品が危なっかしくて、どういう商品が比較的安全で、どういう商品っていうのが安全なのか、このグラデーション的な部分のどこにその商品が位置するかっていうのは、やっぱりなかなか初めは分かりにくいところなので、そういうところは講師と二人三脚で、登山ガイドですからね、講師っていうのは一緒に進みながら着実に前向きに進んでいければいいと思いますし、皆さんが今後どのような商売をやるにしろ、どのような仕事をやるにしろ、燃えている人間っていうのに近づいた方がいいと思います。私は手前味噌ですが、燃え盛ってますから、物販に関して。だから、自分の熱っていうのを感じていただける方、そして物販に興味ある。私は特に中国、アメリカに魅力を感じてるのでね。中国、日本も教えてますし、最近中国、日本、まあ要するに日本の商標登録も取りましたけどね。アメリカの方も今やってますし。ですけれども、メインは中国、アメリカ、アマゾン、直接 FBA 納品の転売。まあ、転売というより物販ですね。物販ビジネスです。要するに、一びった言い方すると、シャネルとかグッチとかに自分がなってやろうっていう感覚で進めているわけですから、私の熱っていうのに、ある種、これは宮台真司教授がおっしゃってたんですけれども、感染するような状況に皆さんを持っていければなっていうふうに思ってますし、自分自身で例えば自信がなかったりして、自信がないような状況って、言い方悪く言えばしけた薪みたいな状況なんですよね。しかしながら、しけた薪であっても薪であれば燃えるんです。その人が燃えたいって思ったら燃えられるんです。ただ自分自身だけで燃えていくのがしんどい時に、燃えているものの近くに自分が来れば一緒になって燃え盛ることができるので、そういう役割っていうのを私自身は今後もやっていきたいなっていうふうに思います。というわけで、今回は音声日記ではあったんですけれども、まあ間にもしかしたら講師の動画っていうのも挟みつつ皆さんにお送りするかもしれないですけれども、今回の音声日記テーマはちょっくら講習に行ってきますっていうことと、自燃性、熱っていうもの、燃えるっていうことの大切さ、そして商品リサーチっていうのはどういうものなのかっていうのも話をさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒沢敦がお届けいたしました。では失礼いたします。